て。あ、そうっす、ぴったりでございます。脱いだ方がいいですかね。あ、大丈夫、大丈夫、いいですか。暑かったら脱いでもあれですね、まあ大丈夫です。はい、あれです。はい、どうぞ。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。大和愉快な仲間たち、始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はあの僕のダチを連れてきました。ワイルド、ダチで、ダチでいいですか。いいです、いいです。大丈夫です。非常にちょっとね、あの年をと。いやいやいや、とんでもないです。あの素晴らしい人をあの紹介したいと思います。それこそね、2018年今年ですね、国際アート未来展で内閣総理大臣賞を受賞された画家の永瀬智恵子さんです。ありがとうございます。素晴らしいです。あのね、外国の賞なんかももう本当にビッグタイトルたくさん取ってます。その辺の話もちょっとね、時間があったら、お聞きしたいななんて思いますが、今日は本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけどね、この頃オープニングマジックっていうのをねちょっとやってるんで、すいません、ちょっと前の方に来てもらうと嬉しいです。よろしくお願いします。あっという間に終わっちゃうようなマジックなんですけどね、これね。はい、あ、びっくりした。いきます。まあまあ一回広げましょう。見えるかな。大体見えないですね、これね。こんな感じです。どうしようかな。あ、ジョーカーが入って、ジョーカー抜きます。こういう感じですね。まあまあ、そしてですね、一回混ぜます。よいしょ、混ぜちゃうよ。じゃーっと混ぜます。まあちょっとカットします。ちょい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 と、まあカットします。で、先生すみません、はい、ポンと1枚まずはタッチ、まあ2枚選んでもらうんですけど、1人、はい、まあもう1枚はこちらの方に、はい、こんな風に広げていきますんで、適当にポンってタッチしてみてください。はい、どこでもいいですよ。はい、それでいいですか。はい、じゃあこれをちょっと覚えてもらいたいんですけど、はい、まあここ置いておきましょうかね。はい、ちょっとこう置いておきます、はい、とりあえず置いておきます。はい、もう1枚選んでもらいたいんですけど、じゃ、すみません、いいですか、あなた。あ、すみません、ついつい吸い込まれるように吸い込まれるように美しい人に言っちゃいました。すみません、ちょっと1枚ポンとタッチしてください。それでいいですか。じゃあこれ持ってください、そのまま。で、すみません、名前っていうかね、サインをしてもらうと嬉しいんですけどね、パッと。はい、ありがとうございます。これキャップがあるんで、後でキャップしておいてください。じゃあ先生のカードは、はい、これ忘れないでくださいね、これですよ。はあ、大丈夫ね。はい、はい、まあ、これもう入れちゃっておきます、とりあえず。で、あ、サインしちゃってください。で、混ぜちゃっておきます。こっちはこれ誰かに混ぜてもらってもいいんですけど、まあ時間がかかるんでね、まあ、やめてみましょう。いいですか。 OK、 これです、これです、これです、はい、こっちはサインがあるんで、まあまあ忘れても大丈夫、はい、まあ、さっきの先生のカードサインがないんで、はい、気をつけてください、はい、まあまあまあ真ん中あたりへこうちょっとね入れておきます、ね、はい、まあ、真ん中辺入れておきます。はい、まあ、一回ちょっとカットしましょうか。よいしょ、ここです。さあ、ここからです。知らなかったですか。マジシャン山と申します。よろしくお願いします。はい、まずじゃあどうしようかな。永瀬先生のカード、をこの2枚のジョーカーで当てるってやつをやりたいと思います。すごい優秀な探偵さんなんですよ、これ。めっちゃ優秀な探偵さん。すごいですね、うん、まだ何もしてないんですけどね。まだすごいって言われるとちょっと辛い感じです。いきますね。まあこういう、まあ、2枚の青いカードなんですけど、ね、はい、まあ、2枚しかないですね。ちょっと触ってみてください、はい、まあまあ2枚しかないです、ね、はい、でこれをですね、この上にポンと置くんですよ。こうやってパッと置きましたね、はい、でそうするとこうパチンと鳴らすと、このジョーカーが下にギュ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 って下がってくるんですよ。 そして永瀬さんのカードを見つけると、あいってひっくり返して表向きにして挟み込んで、また上に上がってきて、もう来ました。本当です。ちなみに何でした、こうもう挟んでると思うんで言ってください。何でした。5の、うん、5は4種類ある。赤、黒、黒でした。スペードね。スペードの5番ってことですか。スペードの5番。来たら拍手。おわしょい。よかった。ほら。おお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 お、すごい褒められたんで、もう一回いきます。まあまあ、ひっくり返すのも面倒くさいんで、一応今度表向きにこう入れるんですよね、これシュッと。
今入れたふりじゃなくて一応 入った感じです。で、まあまあこのジョーカーね、1枚、2枚ですね、はい、2枚しかないですよね、はい、このジョーカーを上にポンと乗せるんですよ、はい、でカチッと鳴らすとまたジョーカーをギューッといって真ん中にパッと挟んで戻ってきてます。来たら拍手お来い、よっしゃい、うまーよかった。まあ、こんな風に、ね、すごい優秀なジョーカーなんですよ。で、お名前なんですか、あなた。はい、あゆ、あゆゆ、あゆ、あゆ、う、本当の名前ですか。違いますね、すみません。あゆ、あゆ、はい、あなたの多分サインがしたカードどこに入ってますよね。何だったか覚えてます？ハートの3ですか。じゃあこれちょんちょんってスペードの5番でしたよね。ちょんちょんってしてください。そうするとなんかねいいことが起こるとこれがですね、すごい終わっちゃうんですよ。で、あとスペードの5番がどこ行ったのっていうと、実はもう交換現象が起きてですね、真ん中あたりから出てくるじゃありませんかっていうね、マジックでございました。ありがとうございました。よかったです。いいですね、マジシャンみたい、マジシャンみたい、よく言われる。ってことで本題の方に入っていきたいと思います。ありがとうございました。よしよし、さあさあ、ね、まずあの多分ね、内閣総理大臣賞っていうのがねどのぐらいすごいのかっていうのはちょっと分かんないと思うんですけど、まずねこれ分かりやすいんですけど、新聞載りました。すげえ、これすごいですよね。ちょっと読むとね、プロ画家などがもう多数参加される、286点中でナンバーワンでございます。すげえ、そういうことでいいですか。そうですね、結構あっさりとしたね感じなんですけど、すごいです。まあこういう感じで、ちょっと画面はどこでしょう、こんな感じでね。内閣総理大臣でね、一応まあ一番偉い人ですからね、その賞ってことで、まあ、最高の賞だったんじゃないかなと思います。今日ですね、はい、いろんな話をちょっと今聞きたいなと思うんですけど、いろんな賞の中で何かこれ私人生の中ですごい思い出に残るとかっていうのあります？そうですね、銀座で 番、はい、2回目の、はい、個展をやりました時に、はい、ルサロンの会長さんが見ていただいて、はい、世界に出すといいよと言われて、うん、それがきっかけでフランスとかアメリカからいろんなところを出すようになったんですけども、で一番最初に出したのがフランスで、パリに出しましたら、日仏代表作家展ということで、うん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 、そこで一等賞を取ったんです。いきなり、いきなりですか、出して、すごいですね。というか本当ね、絵が天才的すぎるんですよ。で僕ちょうど1年ぐらい前の、チャエンナーレっていう、ね、イベント、掛川の原山地区で行われたイベントに、鉛筆画家の、松浦さん松浦さんっていうことは前から知り合いで、その方がいるっていうことで僕見に行ったんですよね。そうですね。でチャエンナーレの入り口のところで、はい、中瀬先生とどなたかがお話ししてたんですよ。ああそうでしたね。それでちょうどそこに絵がありまして、あ多分作家さんなんだろうなと思ったんですけど、そんなにすごい人だとはまさか思わないんで思わなかったんですよ。でこう聞いてたら、その絵もねまず一目惚れしたんですよ。本当に素敵な、なんか女性の絵でものすごく素敵だったんですよね。でだからこうちょっと見てたら絵の説明をその方にしてたんですよ。ああそうです。でこの絵はねとそういう感じでとにかくみんなとにかく一目惚れしてみんな欲しくなっちゃって、そうなんです、なんだよねみたいなんで、すごいね強気の発言してたんですよ。恋をしちゃうんです。恋を、これも恋をしちゃって、あこれ、ええ、あこれにちょっとこれにちょっと似たようなね小さい絵だったんですけど、ね、僕がすごくね心惹かれたのはね、ええ、
こういうちょっとあの同じアトリエにいらっしゃる鈴木さんという方が一目惚れしてしまってあの買っていただいたんですけど、うん、まだあの預かってます。もうちょっとお金が お金を貯めてる貯金中っていうことで売約済みです。これはね、あ、これ売約済みです、はい、何で書いてあるんですか。これはね、木炭、油を書いたと木炭で書いてあるんですけど、なぜか最近があのそうやって一目惚れしてしまうという絵ができるようになりました、女性でね。なかなかね、今絵がなかなか売れない時代じゃないですか。絵ってすごい上手な人いっぱいいると思うんですよ、でもなかなか売れないじゃないですか。そうですね。だけどもうどうしても欲しいっていうぐらいね、気持ちが高まる絵っていうのはこれは本物っていうかね、すごいなと思って。女性の方もね、はい、あのそういうふうにもう惹かれちゃって、この前の藤枝で個展やった時も、あのなんか会話ができるという感じで、もうとにかくすごいんですけど、私の方もびっくりしてます。じゃ あのせっかくなので、はい、その、その作品の絵をですね、あ、もう一枚あったっけ、この人ですか、これですね、はい、ちなみにこれがですね、内閣総理大臣賞を取った絵でございます。こういう、絵の説明はちょっといいですか。はい、はい、一応あの太陽をね30年間描いてるんですね。太陽を30年間でも描いてたと思ってましたら、はい、今回ね、はい、日光東照宮の平和につながる奉納展がありまして、うん、はい、そちらに出しましたら日光日の光ですよね、はい、あ、太陽神なんだと、うん、はい、それでここに到達、そこでまた一等賞を取ったんですけど、9月にね、9月にね、それであの奉納で永久展示であの日光のどこかに飾っていただける。東照宮に飾られてるんですか。東照宮 の日光のどこかに、まだ決まってないんですけども、あの永久に、え、もう向こうにあるんですけど、奉納してしまいましたのでね。それがこっちですかね。え、これ、それがこちらです。 これです。これが、日光東照宮に奉納された中瀬先生の、これも芸術大賞というのをいただきました。これ実際の100号ぐらいありますよね。これは小さいんです。あ、これ小さいんです。10号ですので、はい、これよりちょっと大きいぐらいですね。本当ですか、はい、こっちは100号ですので、もう本当に襖2枚分ぐらいの大きな、襖2枚、はい、すげえ。でこれはね、うん、あのですのでここに到達するまで あの平和につながる絵が描きたいということを願っていましたら、うんうん、こういう話が来て、はい、結局ね、私が30年間描いてたのは、うん、ここに到達するための描かされてたんだと、描いてたんじゃなくてね、描かされてたっていうことがあの感じました。でもこの太陽っていうのはね、うん、本当の太陽じゃなくて、エジプトとフランスのラスコ洞窟 の、うん、あの絵を後ろにあの壁画で描いてたんですけども、はい、その、 あのエジプトの太陽神の神の太陽がずっと残ってまして、うん、これは太陽神の神の太陽なんです。でこの絵はですね、やはり私も波乱万丈でいろいろありまして、うん、はい、ゼロに42歳でしましたので、リセットしましたので、うんうん、それから立ち上がって生きたんですけども、ですので ここにの、ね、太陽が、うん、あのこちらの方に映ってるんですけど、黒い太陽ですよね。ほう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 。でもここのこれは映ってるんじゃなくて別のものですよね。これはほうほうほう、普通ですと金ですので、うんうん、こちらにか水に映ってるんですでしたら金ですよ ね、ええ、でも黒なんですね。でこちらに雲も映ってないですね。でこれはあのキャンバスを破いて裂いたのですけども、これを月も違う月が映ってるんです。つまりもう一つの空というテーマで
15年ぐらい書いてた中の一つで、テーマとして、それで太陽からの手紙っていう題なんですけども、やはり太陽からの手紙って書いてあるんですね。この太陽は皆さんの全てのこの星ね、地球の全ての星に平等に私たちの、照らして愛を注いで、いると、その太陽が、全て私たちの母であると、生き物、生物、植物も全てね、それがこう輝いている時もあるし、人生のうちでね、また私の42歳のもう全部リセットしなければいけない符をもらった時の太陽なんですね、あ、この下にある黒い太陽ですね、でもこの太陽の黒い太陽もずっと黒くね、悲しいものばかりではなくて、この時こそね、いろいろ反省したり、もう一回振り返って頑張ることによってまた蘇って輝く太陽になるという、この繰り返しが人生であるっていう絵なんです。はあ。ちなみに、この賞を決める人たちは、そういう話っていうのはしないしてないですね、合ってないですので、ただ絵だけを見て、まあ、これ一等賞ってことになるんですよね、はあ、そうかとにかく桜咲く学校にですね、ちょうど1年前に行った時に、このこういうレベルのですよ、絵が80点もうブワーッとあったんですよ、体育館にあったんですよね。でそれ見て僕圧倒されて、もう本当全部このレベルですよ、なんだこれっていうか、もう色使いとか迫力がもう半端ないんですよ、もう見たことがないような絵ばっかりだったんですね。それであれからもう先生ともうこれは友達になろうということで教室でごめんなさい1時間2時間お話ししましたね、2人でね。その日にたまたまパッと行って松村さんに会いに行ったんですけど、松村さんほったらかしにして先生と2時間ぐらいね話して、まあライブ配信までしてね、そうですね、盛り上がっちゃって、それ以来のお付き合いで、お友達になりましたね、夏になっちゃってね、本当にもう本当にね、受賞された時もメールをいただいて、内閣総理大臣賞もらっちゃったみたいな話で、めちゃめちゃ嬉しかったですね、あのメールをね、ありがとうございます。友達がなかなかね、内閣って総理大臣賞取れないですかね、そうなんですよ、もうなかなかっていうか、もう一人しかいないですからね、すごいなと思いました本当に。何を、話を しようかっていっぱい書いてきたんですけど、もうですね、時間がね、まあだいぶ進んで、あと7分間ぐらいあるんですよね、それこそ素敵に生きるためのヒント、あ、先生は講演会なんかもやってるんですよね、そうですね、この前は結構満室に桜咲く学校の2階がなられたってことで、やってくれってやってくれって生徒の方から言われるもんですから、なるほど、仕方なく恥をさらして言ってますけど、もうすごい10歳からでしたっけ、そうですね、そうですね、たまたま小学校の受け持ちの先生が5年6年の先生が美術の先生だったもんですから、いろんなところに出してくださったんですね、それで隣が書道の先生で、2クラスしかなかったんですけど、小学校だけで30枚ぐらいあります、小学校、だからね、6年の時の3学期は毎週こう前の方に行って賞を取ってたんですね、ところが中高は、千円女子学園だったんですけど、素晴らしい先生だったんですけどもね、代表するこの静岡県で、佐々木松次郎先生っていう方ですけど、どこも出すっていう感じなかったので、その6年間は本当に1年に1枚書いては消し書いては消しで、私はね、どこかに出さないといつまでも経っても
書き続けてしまうということが分かったので、うん、それでこういうふうにいっぱい出すようになったんです。なるほど、これ何ですかね、このプロで、まあ、絵で生きていこうっていうなんかきっかけはあるんですか、この。そうですね、いろんな仕事しましたけども、うん、はい、42歳の時に全部、はい、仕事もなしにしましたので、うん、そうやってるところね、はい、で何で食べていかなきゃいけないかってなると、うん、本屋さんのね、まあ、バイトとか、うん、デパートのバイトとかもしました、その時ね、そういうこともされながら、でも非常勤の話がありまして、この前の鈴木さんっていうボディーボーダーの子がいて、まあ、チャンピオンになった子が、そうですね、先生のあれだったんですよね、生徒だったんですよね、そうですよね、ですのでもう本当にたくさんの生徒を非常勤から始めまして、相良高校とか、国際海洋高校、池新田高校、島田学園高校、今名前が変わりまして島田翔成高校なんです、そこでずっとやってまして、絵はね夜中の12時から2時3時にやってまして、50で島田学園高校に正規になりまして、それでいろんなところに出せるお金が入ったもんですから、もう非常勤だと思ってバンバン外国にも行きましたし、国内外いっぱい出しました。フランスの、すごい賞を取ったっていうのは、あれでしたっけ、フランスの代表、どっか日仏代表作家大賞ですけども、はいはい、それはあれでしたっけ、それはどんな経緯ですか、それはさっき申し上げたように、あ、そうか、銀座のところで、そこからスタートですね、はい、なるほどなるほど、もう本当にもう数えきれないほどの、ね、海外の賞があるんですけど、数えたことがなかったもんですから振り返ることをしなかったので、ですのでよく考えたらね、56、7の時に、うん、ギリシャのアテネの、ね、市長さんから、うん、太陽神の神の称号っていうのをいただいてたんです。その時も太陽をずっと描き続けてたんですけど、あ、こんなものももらってたんだっていう、後になってこう整理をしよう、してくれということでしましたら、あ、こういうこともあったんだなって思ってますけどね。桜咲学校に今、アトリエがありますよね、あそこに行けば先生の絵まだ見ることできます、その、あの時にあった80枚は、いやいや、はい、あれはないですか、ね、実はね、はい、うちの方に持ってって少しね、はい、外に出したもんですから写実のがひびが入っちゃったんですね、あ、そうかそうか、急に環境変わって、それでちょっと修正するのだけは元に部屋に入ってまして、なるほどなるほど、ぼちぼちと直そうと思ってはいますけどね。でもまあ桜咲学校に行けば、先生の作品は、まあ、何点かというか、見ることができます、ね、そうですね、はい、はい、原山地区っていうのは掛川の山の方にあるんですけどね、すごく素敵なところなので、ぜひ先生に会いに行ってもらいたいなって思いますけど、先生いつでもいます、やっぱそんなことないですよね、やっぱりね、はい、役をね、はい、3回、はい、3、うん、もう時間ないですかね、そうですね、もうそろそろあと1分3つも役やってるもんですから、そっちで東京行ったり、いろいろ静岡行ったりするので、最後にね、はい、皆さんにね、私が絵を描く意味が、はい、うん、さっき言ったと、うん、もう一つですね、うん、素晴らしいね、うん、人たちのつながり、山さんもそうですけども、もう本当にね素晴らしい人たちが巡り合いまして、この前のトップのね、うん、金谷浩二先生とか、いろんな方に巡り合って、うん、それもクリエイティブで、うん、生徒さんもね本当に素敵な人たちが集まってく、来てくださるんですね、でそれこそ絵の描く意味があるんだと、人の中でね、わっと囲まれて、
いることが人生で一番ね、この賞を取るよりも大切なことだっていうことは学ばせていただきました。なるほど。いや本当に今日はあの貴重なお話ありがとうございました。あのぜひね、桜咲く学校の方に、いるかいないかちょっとわからないですけど電話をしていただければ ね、 あ、そうですもんね、はい、電話してもらって、はいはい、だいたい午後は言いますけど、ね、はい、はい、ということで本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上で終わりたいと思います。ありがとうございます。